今回の福井散策は夏の風景をお届けします。まずは越前市上間原町を流れる千佐川。ここではバイカモが見ごろを迎えています。バイカモは冷たく清らかな流れにだけ自生する金峰外科の多年草の水草。 1,2 センチほどの小さな花が梅の花に似ていることからバイカモと名付けられました。この辺りは地下水が豊富。各家庭では市の水道を使わず地下から汲み上げた水を使用しているそうです。この地佐川も集落から湧き出た水が集まり流れを作っています。年間を通して水温は13度ほどとか、周囲の空気もひんやりとしていました。一角には地下から汲み上げた水が流れ出ています。この水は福井のおいしい水にも認定されています。ここ地佐川にはトゲウオ科の淡水魚トミヨが生息しています。水槽がありトミヨを観察することもできます。トミヨは冷たい水を好む魚。この地佐川が富雄生息地の南限なのだそうです。さてこのバイカモ、枯れた部分を取ってあげると新しい花芽が出て次々に開花するそうです。地元の方の話では9月いっぱい花を楽しめるということです。続いては今立郡池田町と大野市の境にある手子山に向かいました。池田町の湖集落の奥、看板の立つところから東部農道に入っていきます。およそ13キロの道のり、幅はそれほど広くありませんがほとんど舗装されています。標高が高くなるにつれ植生が変化、道の両脇にはブナ林が見られるようになります。
道の終点には駐車場があります。ここまで麓から車で40分ほどです。駐車場から右手にある山頂に続く道に入っていきました。きれいに草が刈られ、軽いトレッキングコースになっています。しばらく行くと尾根に出ました。この日は霧のため下界の景色はほとんど見られませんでしたが、代わりに幻想的な風景が広がっていました。道端の花々にも心が癒されます。山頂まで駐車場から15分ほどで到着。山頂には慶泰天皇の妃、へこさんの名前の由来と伝わる目の子姫を祀る祠があります。目の子がなまってへこに変わったと言われています。へこさんは標高1464メートル天然のクーラーが下界の暑さを忘れさせてくれました。